はい、お疲れ様でございます。お問い合わせの方ありがとうございます。今週ね、 FX はテクニカルで動くよってことを週の初め、そして前の週の方で申し上げました。まあ、というのが発表されている材料がね、極めて少ないんですよね。まあこれは大きな材料だなって言えるのが、まあ今朝の木曜日深夜の28時のFRB の報道じゃないかなと思います。まあそれにしても市場には大した影響はなかったですよね。だからこの1週間はテクニカルの通りに、まあ、やっていけるんじゃないかなっていうふうに思っておりました。そういう意味で言うと難易度はぐっと低くなっています。その中でですね、月曜日はとりあえずバイで行ってみようかなってことで、タイトルをつけてトレードの方をお見せしたんですけども、全時間軸がついに右肩上がりになりましたよね。こういう時ってのはあれこれ考えるよりもバイで入っておいた方がいいです。特に149円台で月曜日が始まって、まあ私は週の一番最後151円になるだろうなと、少なくとも150円にはなるだろうなと思いましたんで、週間の取引も、倍の方でね、エントリーしたわけですけども、まんまとそうなりましたよね。で、一日一日を追っていくと、右肩上がりで、とりあえず倍にしとけば勝てるみたいな流れになりました。その中でも、こうギザギザ上がっていくわけですよ。押し目を作りながらね。で、一番いいのは、高いところで利確をしたら、下がったから押し目でまた入って、さらに利益を狙うって感じです。で、私はそれがコンスタントにできるんで、その通りに放送しました。で、その場合は、利確したところからセルで入るってことはしません。基本的にバイで利益を取るときって、セルを挟まないようにしているんですよ。混乱するからですよね。バイとセルを交互にするときってのは、ある程度長期のレンジのときです。上程と下程が決まって、ここでセル、ここでバイってのが、目算がついていて、さらにその間隔が60ピップスとか70ピップスみたいな理想的な値の時ですね。その時には、バイとセルを交互でやる、いわゆる往復分岐を取るわけですけども、上昇トレンド中はバイで取るって決めたら、セルを入れずに、バイで取って休んで、またバイで入るってことを繰り返していきます。その途中で今週は1回だけレンジが入りました。そのレンジの時は、一旦、私の場合は様子を見ましたね。で、ブレイクしたら再度バイで入りました。上程を超えてブレイクしたらです。なぜかっていうと、この上昇トレンド中のレンジっていうのは、そこで潮目が変わって、下の方に抜けることもあるからなんですよ。ですんで、そこは解説とともに慎重にことを進んだってことになります。で、この一週間、この一週間はですね、もう事前に前の週とか、そのもうちょっと前の週から予告できていくっていうのが、テクニカルのもう一つの魅力でもあるんですよ。まあ、要するに材料がなければ、何週間後だろうと、テクニカルの目算は立つんですよね。あとはその日その日で微調整するとか当然出てきますし、テクニカルが効きすぎるからこそ、機関投資家さんの大きな資金がドカッと入ってきて、結局相場が壊れるってこともありますので、だから手放しにフリーハンドでできるってことではないんですが、ただ3、4時間に1回見に来ればね、十分デイトレードはカバーできますんで、朝6時ぐらいに見て夕方6時に決済する、その10時間ないし12時間の間に、3回見に来るってことは4回に1回、4時間に1回見るってことですかね。これがすごくいいペースだと思いますんで、これからもね、そのように見ていけばいいんじゃないかなと思います。もちろん、それ以上に気になるようでしたら、まあ、1時間に1回とは言いませんけどもね、1日4、5回見るぐらいのことはできると思います。まあ、ちなみに私は、この FX の取引とライフスタイルがうまくね、連動してるんですよ。朝、だいたい6時に最初の放送をお届けしますけども、深夜3時もやってますよね。深夜3時ってのは私がちょうど起きる時間なんですよ。だいたい夜8時に寝て、深夜3時ぐらいに起きる。で、この5、6時間の睡眠時間の中で、私の朝っていうのはだいたい3時になるんですよね。その時に放送を申し上げて、さらに3時間後の朝の6時の相場解説をしますんで、で、そこで、方針を確定するって感じですよね。で、次は9時です。朝9時に、朝9時っていうとうちの子が、バスに乗って行ってらっしゃいした後なんですけどもね。そうすると送り出した後にトレードをするっていう形になります。ちなみに6時は私の朝のライブ放送が終わった直後ってことになりますので、いや本当にうまいことピタピタと私の生活にですね、理想的に3時間に1回トレード検証をしてそれを放送するってい こうコンスタントの流れができてるんですよね。そして9時の次は12時、正午ですね。お昼ご飯を食べる前後に放送もさせてもらってますし、それから3時の放送っていうのは、うちの大和くんがちょうど帰ってくる時間なんですよ。だからその前に1回放送を撮っておくみたいな感じでね。
そして夕食が終わるかどうかっていう夕方の5時とか6時にもう一回放送して1日の放送が終わるみたいな感じです。でそうするとちょうどね、3時間に1回は情報更新がされますので、ほとんどの人のライフスタイルに、日本時間で取引する人のライフスタイルに合うんじゃないかなと思います。もちろん3時間に1回見に来なくても 4,5 時間に1回見に来てもね、動画更新っていうのは 1回につき3分ぐらいですから、2つ同時に見てもそんな遜色ありませんからね、そうやって見ていただければいいと思います。あ、でもね、本当にね、今週こうやってご連絡いただきまして、どのように取り組んだのかが手に取るように分かるっていうのは非常に私としても放送のこう質に関わってきますんでね。だから、次回もね、こういうふうなメッセージをいただいたら、このメッセージに即した放送をしようかなっていうふうに寄っていくんですよ。ですんでね、私の放送っていうのは最も私にメッセージをくださった方とか、その人が解決したい問題を搭載しながらの放送になりますので、今回はね、こうやって動画を撮らせてもらいましたけども、またね、ご連絡いただければ、その連絡に沿った内容で放送することも増えると思いますので、ぜひどんどんご活用ください。それではお疲れ様です。